はい、では実況行ってみたいと思います。今日はですね、テニョールを投げるってことなので、あえて自分のタックルは出さずに、宮城アングラーズビレッジのレンタルタックル、レンタルタックルでやりたいと思います。糸の太さは 0.85 0.85 あれば、まあセニョールを投げるんだったら大丈夫だと思います。はい、これで行ってみたいと思います。まず投げたら5秒沈で、5秒沈めたらちょっと早めのスピードで巻いてほしいんです。僕はいつも数字を数えるんですけども、1234561234561234567、ここからスタートして1周が6、上が6、下が3になるように意識、まあ、123123123123で半周ずつ数えてもいいです。まあ、僕はこの6っていう数字からまずはやってみる。ではいきます。いきます。おっちゃんラインの軽みを取りまして、1、2、3、4、5秒。そしたら1234561234567を123456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 1234
くれるんじゃないんかなと。でそれがダメだったら5秒を、魚が浅いようだったら3秒、深いようだったら8秒変えてあげるといいと思います。もう一回行ってみたいと思います。いや投げます。はい、これ投げたら1、2、3、4、5秒、から1、2、3、4、5、6、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 
8秒でやってみたいと思います。投げまして、余ってると取って、で、1、2、3、4、5、6、7、8秒。から、1、2、3、4、5、6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 、
いただきますちゃんゲットです。ほら尻尾赤いでしょ。一発目からいただきます釣れちゃいました。はい、あ、はい、また伸びちゃいましたと。伸びちゃったらまた人差し指によいしょよいしょと、しっかりと指輪を作ってあげるね。で今ね頭はもう起きてます、尻尾も起きてます、大丈夫ですね。なったらこの起きてる状態のとこの頭と尻尾を持ってじりながら引っ張る。はい、こういう感じ。さあ8秒釣れましたね。もう一回8秒で行ってみようかな。よいしょー、変えてるからね。刺さりは全然良くなりますので、はい、はい、2匹目、ね、よいしょ。でこれ8秒が釣れなくなったら今度池の底まで沈める。10秒もしくは、ね、もうちょっと浅いのかなって言って6秒変えてみると意外とそれはそれでまた釣れたりとかするんですけども、このマックスピードがね意外と、おお、また来た6、このスピードが基本で、はい、また釣れました。よいしょ、スピード釣れましたね。バイバイ。あ、逃げてました。はい、釣れましたね。投げてここまで、もしくは8秒沈めて、はい、そこから1、2、3、4、5、6、7、8、
イクなんですけどもね、テニョールってちょっと早めに巻いた方が釣れるんですよ。なんでみんなね、このテニョールトルネードってゆっくり巻きたがるんですけども、今の、あ、また釣れた、まあ8も釣れましたね。だけどちょっとね、最初の頃、投げ始めの頃はあくまでもちょっと早い、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、もう追いかけて食べてくれる元気なやつを先に釣っちゃおうっていう感じで、6のスピードでやってあげると結構ね、良さそうです。はい、じゃあもう一度行ってみましょうね。はい、投げて余っていた取ったら8秒。テニョールトルネードって同じ色でこうずっと投げるもんですから、同じ場所でずっとやってるとやっぱりね、釣れなくなってきちゃったりもするんですよ。で、釣れなくなってきちゃった時にみんな、お、また釣るか、またね、どうしたらいいのってなると思うんですけど、できるだけね、こうちょっと場所をずらしてあげる。右投げて、左投げて、また右投げてとか、そうしてできるだけお魚さんにね、飽きさせないようにしてあげると釣れたりします。まだ今はね、連発して釣れてますので、全然ね、その8秒から10秒ぐらいのところに魚が今いるなぁと、それで狙ってもらえればこういう風にね、釣れますので。テニョールトルネードね、僕はまず赤が好きで、赤使って釣れないときはブラウンで、ブラウン使って釣れないときに山吹色使います。で、それで最後ダメだなと思ったら黒使ってます。まあ、どれでも釣れるんですけどね。まあ、そんなので色もこの、まあ、3色から4色変えてあげて、こう狙ってあげると意外とお魚さんはね、簡単に釣れます。で、これね、針変えないとここまでね、刺さってくれないんです。なんでみんなその針を変えないで釣れない釣れないって言ってる人がほとんどなので、ぜひぜひですね、針は細い肉のものに変えてでやってもらえたらいいんじゃないかなと思います。投げるたびに今も当たってますけどね、結構ね、こう適当に巻いて釣れる。ただそのスピード感、だいたい6、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6で巻くか、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8で巻くか、だいたいこのどっちかでほぼほぼ釣れてくれると思います。大バターとかそんなので楽しんでいただけたらなと思います。まあ、今日はね、レンタルロッドでちょっとテニョールトルネードを使って初心者さんでも楽しめる釣り方っていうことで、教えしたいと思います。動画撮りました。でもね、そんなのでね、こういう感じで、また釣れたよ、あ、また釣れた、いっぱい釣れてくれるとまあね、いいなーなんて思いながらやってます。まあ、ぜひぜひ、釣れないなと、またセニョール使ってみようかなと思ったら、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。そんな感じで今日の動画はセニョールトルネードでした。ではでは。